こんにちは、ナナです。今回はチップを使った長さ出しの方法をご紹介したいと思います。使っていく道具はこんな感じです。今回はチップで長さを出してドジェルで上から覆っていく方法とアクリルで覆っていく方法をご紹介していきたいと思います。まずはジェルの方法からご紹介していきますので、アクリルは後からまた別の動画でご紹介します。チップはハーフチップを使っていきます。アクリルの道具とジェルの道具ですね。中指と人差し指にチップを装着していきたいと思います。ベース残しで下準備してある状態なので、早速チップをつけていきたいんですが、ベース残しの一層の部分でですね、しっかりと凸凹がないように整えておくことが、チップをきれいにつけれる方法になりますので、きれいに整えておいてください。チップのサイズを合わせていきます。チップが小さすぎても大きすぎてもいけないので、何個か試してみてください。こうやってしっかりとですね、サイドのラインが取れるのを確認して、取れているチップであれば大丈夫です。爪のカーブによっても違ってくるので、あまりカーブがきつすぎても装着した時痛くなってしまうので、そういった場合は大きめのチップで横を削っていただければ大丈夫です。はい、ではグルーでくっつけていきます。チップを反対向けていただいて、裏の部分にですね、グルーを乗せていきます。乗せていく量はこれくらいを目安に乗せていただくといいと思います。まっすぐ上からですね、下ろしていただいて、しっかりサイドラインが通るように装着する、部分ですね、はこれくらいの量が重なり合うように、空気が入らないようにしっかりと押さえつけていきます。まずはしっかりと真ん中部分がですね、空気が入らないようにとくっつけていただいて、少し時間を置いてこのように親指とかでですね、サイドの部分を押さえていただいて、ちょっとくっついてきたなというところでサイドの部分を押さえていきます。サイドの部分親指で押さえます。サイドも空気が入っていたりずれていると浮きの原因になるので、しっかりと空気が入らないように両方ですね、見ていただいて確認しながら押さえていってください。このチップの装着の時にですね、くっついただろうという感じで素早くやってしまうと剥がれてきてしまったりするので、ここは慎重にですね、しっかりとグルーが乾く時間をですね、持ってあげるのがポイントになってきます。もう一度この部分ですね、しっかりと空気が入っていないか確認しながら押さえていきます。でサイドの部分もしっかり確認してください。でしっかりとグルーが乾くのを待ちます。はい、では次にグルーが乾いたらチップカッターでカットしていきます。カットしていくポイントなんですが、このようにですね、まっすぐカットしてしまうと爪のカーブがあるので、パキンと、縦筋が入ってしまうので、このように刃先をですね、斜めに入れていただいて、まず右側ですね、このように斜めにカットします。爪のカーブに合わせてカットしていく感じです。でもう片方ですね、反対からカーブに合わせてカットします。片方ずつカットしていただくと、先端の方ですね、このようにチップをこうくるくるっとやっていただくとポロッと取れるので、無理に剥がさないようにしてください。一旦長めでカットして、あ、これくらいで大丈夫だなというところで、もう一度もうちょっと短くしたいっていう風であれば、同じようにですね、斜めにカーブに合わせてカットしていきます。はい、では80のファイルで形を整えていきます。チップを下からすくい上げるような形で
削っていきます。サイドラインがまっすぐ整うように下からすくい上げるようにこのように動かしながら削って整えていきます。サイドの部分はグルーがたまにですねはみ出している時があるので、皮膚がですねチップとくっついていたりするのでそういうのも剥がしながらこう削っていくのがポイントです。まっすぐサイドのラインが整うように下からすくい上げるようにという感じです。この長さ出しのですね、形の整えのところで、今までの長さ出しでもご紹介したように、アーモンド型やイカ型になってしまわないように、しっかりと、サイドのラインを通、しっかりですね、綺麗にまっすぐ通るようにやっていただければ、綺麗な形になってきますので、何度もですね、自分の真正面から見ていただいて確認をして整えていくようにしてください。そしてあくまでも、これもベースの段階になってきますので、ここからですね、カラーをしていただいてトップを乗せてっていう風になると少しやっぱり厚みが増してくるので厚みが出る分ですね少しスマートに削っておくのがポイントです。左右交互にですね徐々に削っていただくと先端綺麗な形に自然と整ってきますので右を削って左を削ってという風にやっていただければなだらかになってきます。でチップを削るときは、バリが出やすいので、しっかりですね下のところに入り込んでいないかそれを確認しながらバリを取りながらですね削っていってください。こんな感じです。もう一度サイドしっかりですね見ていただいて角取れていることを確認してください。では次に装着したチップの部分にですね傷を入れていきます。地爪の部分とですね綺麗に、滑らかになるようにですね段差がないように削っていきます。サイドを整えて両サイドですねでその後に中心という形でやっていただくと綺麗になだらかになってくると思います。ここで段差をですねしっかりと綺麗にまっすぐしておかないとこの後ベースの段階でも必ずくぼみができてしまうのでしっかりともう一度ですねこのようにファイルを動かしながら段差をなくしていきます。ファイルをこうちょっと下向きにして削っていくんですがあまり下向きすぎても地爪をえぐってしまうような形になってしまうのでそこだけ気をつけてチップの部分を削って地爪と、なだらかにしていくという感じで整えてください。本当にチップの、付け根の部分ですねサイドの部分に関しても、ここでしっかり段差をなくしておかないと本当にイカ型になりやすい形になってしまうのでそこをしっかりとサイド気をつけて削ってください。全体的にこのように白くなれば大丈夫です。はい、こんな感じです、はい、横から見ていただいても付け根の部分ですねくぼみがないことが確認できると思います。はい、では早速ですねここからは通常の、ジェルのベースを塗る
順番で同じなんですけれども、まずはエトロジェル用のプライマーを塗っていきます。これはチップの部分もですね、しっかり塗ってあげてください。さっさと塗る感じで大丈夫です。全体に塗れたら硬化していきます。次にジェルをのせていくんですが、今回はハードジェルを使っていきます。ソフトジェルしかない方はソフトジェルでも問題ないんですが、ハードジェルは強度の問題でですね、ハードジェルをのせていただくのをおすすめします。で、多めに取っていただいて、まずはさっさと塗っていきます。サイドの部分もしっかりと塗ってください。本当にちょっとした付け根の部分ですね、ちょっとの本当に段差でも、こうやってベースを塗るとここでも段差が出てしまうので、もし段差があるようであれば、ジェルで埋めていくようにしてください。で、もう一度ちょっと多めにジェルを取っていただいて塗っていきます。そしてここの真ん中のトップの部分ですね、そこにへこみがないかですね、確認していただいて、少し多めにジェルを取っていただいて、先端から根元にかけて縦筋のようにですね、このようにジェルをのせていきます。ジェルの流動性を生かして、こうやって真ん中にのせていきます。この縦にですね、ジェルをのせていくことで、綺麗になだらかにジェルの流動性がですね綺麗に馴染んでいくので、光のラインを見ながらですね、ここで大丈夫というところで硬化をしていきます。ハードジェルはちょっと固めなので、綺麗にですね、サイドの部分流れないところに関しては、このように根元の部分ですね、ここもへこみやすいところではあるので、ここにもさっさとこう縦にですね、ラインになるようにのせていくといいです。しっかり光のラインを確認しながらジェルを足していきます。爪の長さに合わせてジェルの厚みは変えていった方がいいので、これくらいの長さに関してはこれくらいの量でジェルをのせていただくといいです。で、硬化が終わったら未硬化ジェルを拭き取ります。はい、こんな感じで完成です。で、ここから通常通りカラージェルを塗ってトップをのせてという風に仕上げていきます。はい、このように光のラインが通るように少し多めにジェルをのせていくのがポイントです。サイドから横から見ていただいてもですね、しっかりと厚みがあるのを確認してください。そんなに難しくないので、ぜひ一度やってみてください。ありがとうございました。